強く入ってきたね。うん、あのね、お母さんにお願いがあって。お願い？そうなの、すまないな。あ、ミミさんにステルクス。ああ、ミミ君に魔物退治を依頼。おお、ステルクさんにそこまで言われるなんて。そうね、王国最強の剣士に褒められるのは悪くない。王国最強か。それで言えば、君たて王国最強の槍使い。ミミ君のことは子供の頃から知っている。彼女の力は様々な冒険が。そうですね。そうだな。ではまたよろしく頼むぞ、ミミ君。ええ、任せてちょうだい。私も頑張れば王国最強の杖使いになれるかな。よし、少しでもミミさん。行き先はあった。ねえねえ、どこに行くの？なんだか昔を思い出すな。
失っちゃった。ルアちゃん、奇遇だね。どうしたの？いえ、マスクド M って人を追いかけてきたんですけど。まさかマスクド M ってメルルさん？ドキーン！そんなことないよ。そうですよね。だとするとどこに逃げちゃったんだろう、マスクド M。 不思議な人だ。そうだよね。マスクド M の武勇伝はいろいろある。彼女は魔物を蹴散らす正義の味、先代のマスクド G からマスクを引き継いだんだけど、各地の困りごとをバンバン解決しててね、新世代の英雄って呼ばれたりもしてるんだ。新世代の英雄ですか。でしょ。あれ、まさかやっぱりメルルさんがマスクド。あ、違うって違うってば。あ、私もマスクド M のファンなだけ。ああ、そうなんだ。私もファンになっちゃいそうです。そっかそっか。まあ、もし彼女に会ったらルルアちゃんのことを伝えておいてあげよう。あ、本当ですか。ありがとうございます、メルルさん。マスクド M か。